新今宮駅は大阪市何区、西成区にある西日本旅客鉄道南海電気鉄道の駅である。JR 西日本の駅番号は大阪環状線が JRO19、関西本線が j r 9 9南海電気鉄道の駅番号は南海本線、高野線とともに NK03。JR 西日本の駅シンボルフラワーは萩である。 大阪の主要観光地である新世界に近く JR 西日本と南海電鉄が乗り入れている。何枠と西成区の境界付近に駅があるため、ほぼ同一の位置にありながら、所在地は JR が何枠、南海が西成区となっている。JR 西日本の駅は愛古か南海の駅はピタパの利用エリアに含まれている。 JR 西日本の駅に乗り入れている路線は、大阪環状線と関西本線であり、線路が並行している、天王寺駅等駅、今宮駅間は、両線の重複区間とされている。先に、大阪環状線のみ停車する駅として開業し、後から、関西本線の停車が開始されたという、歴史的経緯から、当駅の所属路線は、大阪環状線となっている。 アーバンネットワークエリアに入っており、関西本線は大和地線の路線相性設定区間に含まれている。また、特定特市内制度における大阪市内に属する。南海電気鉄道の駅に乗り入れている路線は、全路名称上は南海本線1路線のみであるが、複々線を利用して南海本線の列車と、 高の線の列車の2系統が乗り入れており、それぞれ別路線として案内されている。当駅の駅番号として NK03 が設定されている。また、以下の路線の駅とも近接している。ホーム当たり駅は、駅長が配置された直営駅であり、管理駅として、大正駅、あわら橋駅、今宮駅、JR 南波駅の4駅を管理している。 島式ホーム2面4線を有する高架駅で、ホームは2階にある。3.4番ホームは1.2番ホームよりも東にずれており、南海との乗り換えはさらに距離を要する。改札口は1階にある東口と JR 線と南海電鉄線との相互乗り換え口がある4階の西改札口の2カ所。トイレは東口改札内と西口四階改札内にあり、いずれも 男女別の推薦式。エレベーターは東口にのみ設置されている。西口改札にエレベーターがないため、南海 JR の車椅子での乗り換えは不便である。乗り場上表の路線名は、旅客案内上の名称で表記している。新今宮駅付近の JR、線配線図鑑上線外回り列車のうち、京橋、鶴橋方面からの列車は、すべて4番乗り場から発車する。 山和寺線、半華線からの直通列車は、基本的に3番乗り場を使用しているが、4番乗り場から発着する列車も存在する。現在は原則として、山和寺線からの直通列車は4番乗り場、半華線からの直通列車は3番乗り場を使用している。発車メロディー、大阪環状線改造プロジェクトの一環として、2015年3月22日から、 ドボルザーク作曲の公共曲第9番、新世界より、が1.4番乗り場の発車メロディとして使用されている。当駅の近くにある新世界にちなんでいる。ダイヤ外側2000には大阪環状線の列車が、内側の2000には大和地線の列車及び阪和線の直通列車が、発着する。外回り列車は大和地線。 阪和線直通の列車との環球接続、あるいは特急の通過待ちを行うことがある。当駅の前後に環状線と大和地線をつなぐ渡り線がいくつかある。2008年3月15日のダイヤ改正では、この新設渡り線を活かし、大和地線、阪和線から大阪環状線に入る快速列車を従来の大和地線3番乗り場だけでなく、 大阪環状線4番乗り場にも振り分けることで JR 南波方面に入る列車が停車中でも当駅に進入できるようなダイヤが組まれていた2018年現在では前述のほか、主に平日ダイヤにおいて大和寺線からの区間快速が当駅で特急列車の退避を行う際にも活用されている3面4線の島式相対式ホームを合わせ持つ高開機 東側の2線に高野線の列車が、西側の2線に南海本線の列車が発着する。ホームは4階。有効庁は4番乗り場のみ8両、その他は重量編成に対応しているが、2016年現在、両線ともに重量編成で運転する列車は存在しない。各ホームへの移動は、地下道を通る階段が南北に2カ所設置してある。 そのうちの南側階段のみが西側で入り口とつながっている。JR と南海の乗り換え口がある4階の東口の他に2階に西口も設置されている。トイレは改札内にあり、いずれも男女別の推薦式。エスカレーターは中央のホームのみ、エレベーターはすべてのホームと2階を結ぶものと西口と地上を結ぶものの計4台が設置されている。 JR の西口にはエレベーターがないため、車椅子利用で自力で南海から JR へ乗り換える場合は、南海の西口から出場し JR の通天角口から入場する必要がある。エレベーターを3回乗り継ぐ必要があり、屋根のない一般公道を200メートル近く移動しなければならない。駅西側の外壁には、現在の南海電車の塗装であるオレンジと青の帯が塗装されている。 南海本線、高野線とも特別料金が必要な特急を含めて、すべての列車が停車する。当駅は、駅長が配置され、今宮やびす駅、岸の里玉出駅の各駅を管轄している。乗り場尾行のぼりは、行き先が、南波しかないため、発車票が反転フラップ式単独だった頃は4番。乗り場の表示は、南波と、 南場まで止まりませんのコマを発射表に貼り付けただけのものであった。現在はホーム上での表示については2番乗り場は南波行きと表記されたボードの下に LED で今見エビス停車の有無が表示される。4番乗り場は2番乗り場と同様の装置で通過電車や特急の指定席案内、接近案内がされる。また改札口には2.4番乗り場の 反転フラップ式発車表も設置されている。なお、この行き先案内表示器は2017年12月から順次4カ国語表示に対応した LCD 式に交換され、2番4番乗り場でも発車時刻、列車詳細などが表示されるようになった。南海線ホームは全二駅分の列車現在位置を表示できるが、高野線ホームは対応していない。 近年の1日平均乗車、乗降人員は、下表の通り。北東には、陥楽街として知られる、新世界があり、南側は、アイリンチックが広がる。駅周辺は、日雇い労働者向けの簡易宿泊所が立ち並ぶ、いわゆるドヤ街で、近年では、福祉マンションも増加している。バブル経済期以降は、日雇い労働者の高齢化や減少に伴って、 宿泊所の廃業が相次いでいたが、宿泊費が全般的に安いことや、新今宮駅、動物園前駅からは、大阪市内をはじめとした関西一円の観光スポットへのアクセスが容易なため、21世紀以降は主にバックパッカーなどの利用者が増加し、宿泊所側も外国人対応を進めたことで、ビジネスとして再生を果たしている。それに伴い、駅周辺では、 外国人旅行客の姿を多く見かけるようになった。駅の北東部の空き地には、2022年に、星野リゾートがホテルを開業する予定を2017年に発表。その後、ホテル名を、オモナナに決めた。何回も、オモナナ予定地となりに、宿泊施設付きの外国人向け職業紹介書、ヨロベースを2019年9月に開業。 その他にも外国人向けホテルや民泊マンションの新設が相次いでいる。こうした動きを受けて、星野リゾートと JR 西日本南海大阪メトロが新今宮駅周辺観光ちづくり推進協議会を発足させた。最寄り停留所は駅南を走る道路にある新今宮駅前、地下鉄動物園前である。以下の路線が乗り入れ、 大阪シティバスにより運行されている、注車区出店、ありがとうございます。